うして、井上さん、なんで転校生に会っちゃうの。やあ、こんな時間までどうして。委員会の仕事とかしてたの。あんたはまさか例の相手をしてとか言わないでしょうね。どうして分かったんですか。ひねりなしだよ。実は皆さんとかくれんぼしていたのですが、なかなか見つからなくて。もともと見えないものにかくれんぼも何もあるか。そう突っ込みたいのに、すれば倍返しされそうで怖い。あの井上さん。はあ、何よ。駅まで帰り道が一緒ですよね。それがどう。帰り道が一緒。ああ、待ってください。ようよう、お姉ちゃんたち、パンツ見せや。今なんか良かった。あの井上さん、一緒に帰りたいのですが。なんでよ、別に転校生一人でも平気でしょ。あ、平気じゃなかった。最近よくここのお子さんたちに呼ばれるのですよ。は？どこに子供がいるって。今日は何をして遊びましょうか。分かっていたことなのに。井上さんも一緒に遊びますか。誰が。大丈夫ですよ、泣かないでください皆さん。泣かした。私別にそんなつもりじゃ。大丈夫。すみません、私行くところが。は？すぐ戻りますので待っていてくださいね。ちょ、この状況で。何よ、怖がっちゃって。私の方がもっと怖いんだからね。ああ、こんなところに一人で、私何やってんのよ。もう帰。ん？もう、なんなのよあの転校生。散々人のこと振り回して。ん？遊ぼう、お姉ちゃん。は？なんで私が。ほらほら、もう夕方も過ぎてるわよ。子供は危ないから暗くなる前にさっさと。仕方ないわね。ちょっとだけ遊んであげるわよ。本当？だからちょっとだけよ。遊んだらさっさとお家に帰るのよ。お姉ちゃん、なんだか怖そうだったけど優しいね。何言ってんのよ。ツンデレ、ツンデレ。どこで習ったのよ、そんな言葉。それじゃあ、かくれんぼに。鬼ごっこ。だるまさんが転んだ。どれよ。
のを買ってきたんです。とっても美味しいお菓子です。買い物たいいご身分ね。違うんです、違うんです。もうこっちは散々だったんだからね。知らない子供が遊んでって言うから仕方なく遊んでやったんだけど、いつの間にかどっかに消えちゃったのよ。え？何も言わずにいなくなるとか、最近の子供は礼儀がなってないわ。もう日も暮れるってのに、ちゃんと帰ったんでしょうね。で、あんたはなんでお菓子なんか買ってきたのよ。お供え物です、あの子たちに。仮に、よ、本当に霊感なんてものがあったとして、それが何になるの？そんなの怖かったり面倒ごとを背負い込むだけで、いいことなんて何一つないじゃない。井上さん。何よ。お供え物ってなくなりませんよね。え？そんなの当たり前じゃない。死んじゃったら食べることなんてできないんだから。そうですよね。ですが私には見えるんです、お供え物を美味しそうに食べてくれる姿が。一方通行じゃないんです。生きている人もそうでない人もその気持ちはつながっていて、そんなつながりを確認できるのが私の霊感なんです。小さい時からこの力は私にたくさんのつながりをくれました。今だって井上さんともお話ができるようになりました。少しだけ仲良くなれました。すみません、何か私調子に乗ってしまいました。仲良くだなんて、その勝手に思ってしまって。つながりか。観念しただけだから気にしないで。さてと、そろそろ本格的に暗くなりそうだし、さっさと帰るわよ。あ、天海。井上さん、今。うるさい！行くわよ、天海。はい。またあそこだね、お姉ちゃん。ねえ、今なんか言った？いえ、ただまた素敵なつながりが見えました。いや、あんた結局なんで私と帰りたがったのよ。それは恋じゃき。違います、ただもう少しお話できたらと。猫と喋ってる。あの私猫さんの言葉が、それにこの猫さんは猫さんでもただの猫さんではなくて、いやー聞きたくない。待てと言われて待つわけないでしょ。そんなこと言わないでください。来ないでよ。待ってください。お願いします。来ないで。ユリじゃけーの。捨ててみたい、捨ててみたい、放課後先生一緒。
天海響です。遅くまで起きていると次の朝が大変ですので、皆さん気をつけてくださいね。かくいう私も少々寝不足でして、夜更かししているわけではないのですが、その恥ずかしながらいろいろと。次回霊感、私のお友達です。皆さん、後ろや頭上にいる方々と一緒に見てくださいね。